はい皆さんこんばんは、今日は12月の3日火曜日のボギーチャンネル、私、1歳のボギーテドコンでございます。まあ、南の島、沖縄も、はいまあ、温度計見ますと19.5度ですかね、ちょっとひんやりとした夜になっておりまして、まあ、少しだけ、まあ、寒さを感じる晩でございます。 <laughs> まあ、皆さんのところはもっと寒いと思うんですけど、まあ、沖縄ではもう20度切ると本当に寒いなという感じでございまして、まあ、そんな中で、まあ、昼間はまたポカポカとエアコンつけるぐらいあったかかったりするんですけど夜はその、はい、反動なのか急に冷え込みますカルガモさんところは11度ですねはいモンドさんどうもニラタバありがとうございますピョタさんに はいそれが英吉さんからニラ束でございます。中佐、どうもこんばんはんこでございます。はい、それから、えー、サメハダさんからもニラミルクティー届いてますね。カズさん、どうもニラ束ありがとうございます。早速、ザクザク来ていただこうかと思っております。はい、それが、としえコさん、どうも、特のニラミルクティーありがとうございます。ラプテンさん、宣伝の方も嬉しいですね。さて、えー、水島社長の、はい、水島社長の、 影武者づけちゃんも最近はなんかパソコンに凝ってるようでございます。南川内の端子さん、肉球さん、青梶さんからは特納にラミルクティーが届きまして、はい、のりぞーさんからもにらバカルガモさんのところは10度以上あるから、暖かいですなんて何を言ってるんですかということで、竹島奪還さん、まさに本当に竹島、今が奪還のチャンスだと思うんですけど、なんで日本は言わないんですかね。さて、えー、今夜は。 初っ端からこういういいフリップでございます電波の状況があんまり良くないので、はい、フリップでお送りすることにしておりますがまあ本当に沖縄っていうのは何か騒げばどっからかお金が集まってくるということでございまして、えー、最近は、はい、どこに行っても首里城再建募金っていうことで募金箱が置かれておりましてそれに千円札とか五百円玉とかいっぱい入ってるのを見ると 本当にこれ、再建に使われるのかななんてね、あの思っております。南川オの端子こさんのところは8度でキンキンでございます。冷蔵庫みたいな温度ですね。まあ、だからもう13億、14億集まってるらしいんですけど、私、本当に第二の辺野古基金にならないか心配をしております。なぜかと言いますと、いわゆるこの首里城というのをですね、いわゆる沖縄のアイデンティティ。 はい、沖縄のパトリズムのいわゆる中心地としてねあの持ち上げてこの首里城を再建しようそれを沖縄県民の手に取り戻そうというね、まあ、とんでもないナショナリズムを私は、はい、打ち出してくるんじゃないかと思っております、まあ、そのための活動にこの募金が使われて結局は再建には使われないでこういったものに使われる可能性が高いんじゃないかと私は見て いるんんでですすが本当に大丈夫なんですか、ね、まあそれとあの首里城の火災についてもあのなんかね原因がわからないまま原因不明で発表されるっていうような話も出ていますけどそんなことありえないでしょうっていうふうに私思うんですよねやはり火事が起きたということはどこかにやっぱり原因があるということでございます。でで、ね、でももねすよ皆さん ここでね、ちょっと重大な疑惑が実は持ち上がってきたんですよね。重大な疑惑。実は、確かにあの、配線か電源の問題で火が出たことは、えー、確実でございます。それ、どういったことで火が出たのかっていうのは当然問題なんですけど、首里城の火災がですね、ぼやで収まっていた可能性が 高いといとう疑惑が実は生まれてきたんですよ、ね、見つけた時にはもう手がつけられないぐらいあの人ボーボー燃えてたなんて言ってますけど実はボヤ、はい、の段階で消し止められて大事に至らなかった可能性が非常に高いこれはねあの今資料をまとめていますんで。 えきちんとまとめましたら、また明日にでもね。皆さんにこの疑惑のお話をね。あの細かくさせていただきたいと思っております。あくまでも。私の推測なんですけど。あまりにもね。今まであの本当に点と点だった。話が全部。線で結びついてきたんですよ。まるで。 雲が取り払われるかのように、そうなった時に、実は確かに火が出たことは、出火原因というのは本当に大事ではあります。その救命っていうのも重要でございますけど、火事っていうのは100%防ぐことができないものだとしたら、いかにそれをね炎症を防ぐか、初期段階で抑えるかっていうのが大事だと思うんですよね。はい。 いいわゆるる災災災災災災害も減減減防防っててああじゃないですすかままず防災そして減災とあります減災つまりその災害の被害をいかに抑えるかということがやはりこういった火事場にもね求められてると思うんですけどそれがねうまく機能しなかったという可能性がありますんでまあこの話は明日きちんとねまとめて あの皆さんにはいまたお話をさせていただくと思いますそしたらねあっと思う可能性が実はあるんですよあっと思う内容が私もねひらめいてからこれはちょっとやっぱりこれはもしかするとこれが本当の前哨の ね。原因だったんじゃないか？っていうことが。はい、そういう風うに私は思っております。今、石鹸男宮城さん書いています。消火設備の前に物を置いたら保安検査官に怒られるよと。首里城は保安検査官はいなかったんですかね。不思議ですよね。はい、それから火災の際にこの放水銃使うって言うんですけど、開かなかったって。 開かなかなったとということは点検も何もしていなかったもし点検をしてなければここにね立ち入り検査をしたはずの消防大丈夫だったのかなと本当に何を検査したのっていうことになりかねないいや本当にこれ皆さん気になるお話ですよ、ね、首里城は全焼せずに済んだというお話をね明日はさせていただきたいと思います さて今日の話題は、本当にひどい話でございます。今日の話はこれがいきます。はいえー、自衛官とその家族に対する差別、はい。自衛官とその家族に対する差別というところで、まあ、今日はお話をさせていただきますけど、沖縄っていうのはね、この自衛隊が配備、本土復帰して自衛隊が入ってきたときに、本当にひどい。 状況でした自衛隊をまるで日本軍扱いをしてですね日本軍扱いまあこれはあの沖縄を占領した米軍が、まあ、自分たちに沖縄の住民の怒りが向かないように、まあ、全てその米軍のせいにしたはいもう残虐なことは全て日本軍のせいにするプロパガンダが行われたっていうこともあるんですけど それを、ね、うまくいわゆる革新左翼の人たちにまあ利用されていったということなんですよね。まあ、当時の自衛隊の方々の話を聞きますと、この自衛隊の宿舎があるところの駐車場でもう何十台もの自衛隊員の車が、はい、千枚同士でパンクさせられてですね、はい、本当の話です、これ、パンクさせられたと。 そして学校ではね自衛隊のね子供と人殺しの子供と差別されたりとかあと自,自衛隊の地方のねあのところにペンキでいろいろ書かれたりとかもうやりたい放題まあそんな中で個人じゃなくて行政までもが差別をしてたことが実はあったんですこれは昭和52年1月の琉球新報 自衛隊の成人式不正体人権侵害の疑いということでございましてなんとね当時の那覇市がまあ那覇市というのは革新姿勢だったんですけどその那覇市が混乱するので自衛隊員の式典出席は遠慮してほしいということでねはい自衛隊に申し入れをしてあったということが実はあったんですよね。 はい、しかしねこれはあの人権問題じゃないかということでねあの問題になりました。しかし那覇市は、はい、招待する市内は市長が判断するもので人権問題でも何でもないと言って反論をしたということでね、普段人権とか何とか言ってる人たちが自分たちは。 こんなことをやってたっていうのが本当にひどいと思った皆さん本当にひどすぎる当時の新聞はい自衛隊の成人式不正体地方法務局が調査那覇市が反論人権問題ではないというふうに開き直ったで自衛隊員がね質問状を那覇市に出したんですけど 名前も階級も所属も書いてないもんですからこんなもんには返事できるかといって剣もほろろに掘り出したということでございますよはいそして次これは1月11日今年も招待せず自衛隊員の成人式出席ということで小シさんどうもこんばんはんこでございますはい 那覇市が正式通知会場の混乱理由にということでいやーしかすごいですね下の方に「堅労協などでは那覇市の不正体を支持している」と「堅労協おお堅ですかすごいですね公務員の皆さんなんですけど普段は差別とか平等とか今はジェンダーフリーとかね LGBT とか言って 反差別を訴えてる中心的な人たちが当時自衛隊をこのように差別しまくりしていた闇歴史これってねなかなか表に出てこない話でございますですが沖縄は差別差別と言いながら実は差別のねはい差別のそういった下地がやっぱりあったんだなというふうにね私はやっぱ思うわけなんですよねはい。 すすごいですよ自衛隊は招かざる客平那市長成人式招待問題で会見当然の行政判断反戦平和の立場を強調ということでまさに反戦平和は免罪反戦平和を叫べば何をしても許される人権蹂躙も、ね、暴力行為も違法行為も全て 許されるという沖縄のおかしなルール反戦平和は免罪符いやーすごいですよねはいこんなことが堂々とまかり通ったんですよ今じゃね米軍が、ね、新法タイムスを空中給ーウの、はい、いわゆる視察に招かなかったつって,って差別だと怒ってますけどそれどころの問題じゃないこれって自衛官 の皆さんと同じ日本国民ですよ、ね、自衛隊というその職のおかげで一生に一度しかないこういった成人式に招かれないもうおかしいでしょこれそうずけちゃん人民党まさにねはい共産国そのものじゃないですかこれこんなことがまかり通っていてその残死が今に残ってるのがオール沖縄、えー、反戦平和は免罪符 反吉無罪そうですよ南川内の橋子さん自分たちのダブスターは棚にあげてますよ当時のこのような差別に対しての総括なんて一切やってないですからねで自分たちがやる差別は綺麗な差別、ね、逆にやられるのは汚い差別とレイシストといってね大騒ぎをしますけどそんな連中に限って自分たちは平気で差別 しちゃうんですよねはい本当に自衛隊の方々悔しかったと思いますよ。さて今日はあの YouTube で見かけた動画後で皆さん見てほしいんですけど、ね、これ学校の先生が、ね、女子生徒に言った言葉ということで書いてますけど「兵隊さんはたくさん人を殺すから、はい、何々子さんのお父さんは人殺しよね」とて 私の父親を人殺し呼ばわりをしたと。これ実際、沖縄でもあります。はい。実際にあります、沖縄でも。ね。学校の先生っていうね、強い立場から、特定の生徒を狙ううちにして、あなたのお父さん自衛隊よねって言って、はい、ここに皆さん自衛隊の子供がいますよって言って、そういうふうにやったって言うんですからね、沖縄でも。 ありえないですすよ人殺し呼ばわをする、はい、ところがねこの,、はい、あの女の子は家に帰って泣いてねお母さんにあの「お母さんこんな言われたんだけど本当どうなの?」っていうことでお母さんに聞いたらお母さんはね優しく、まあ、その子を包み込んでこういうふうに答えたと。 お父さんはいい人あお父さんは人なんて殺してないのよとむしろ日本や世界中で困っているたくさんの人を助けてくれるヒーローなのよといや本当にあっぱれなお母さんですよねはいお父さんははい人なんて殺してないのよむしろ日本や世界中で困っている人たちを助けているヒーロー ななのよと、はい、そのよよよとととそううに、ね、言ってくれたということなんですよねしかしこの、ね、先生はやっぱりクラスでも問題になってあの地方の方に、まあ、飛ばされたというか転勤していったっていうんですけどその,、ね、あの転勤先でなんとなんとこの先生にこの子が再会をしたんですよね。 あの被災地でその自衛隊の炊き出しにね並んでいる方を見たらその自分が子どもの頃、ね、自衛隊人殺しだとそして、ね、給食の時にもねあの自衛隊の子どもからのご飯なんか食べられるかって投げつけたような人がなんと自衛隊の炊き出しに並んでいたと言うんですよ。はい。 いやーしかしすごい話ですよね偶然というかなんていうかはいそしてあのー、その学校の先生あんなに嫌っていた自衛隊から平然と支援物資をもらっていたというんですよねあんなに嫌っていた自衛隊から平然と支援物資をもらっていたとはいそりゃあやっぱりおるでしょう どんなに人間できててもねあの当時怒りがね込み上げてきた私はこう声をかけた「はい、先生お久しぶりです私を覚えていますかあの時の兵隊の娘です」と元担任は私が誰だか思い出し顔面蒼白になっていたと。 がんばくになっていた当然そうでしょうだってあれだけ自衛隊をねこき下ろしてね散々にそのに子供までけなしていたんですから蒼白になって当然でございますそして彼女は言葉を続けたところで先生あなたが口にしているものは自衛隊から支給された食事ですが大丈夫なんですかと。 ところで先生あなたが今口にしているものは自衛隊から支給された食事ですが大丈夫なんですかと言ってねびっしりとぴしゃりとその元先生に言ったんですよねはいしかしこれひどいですよね以前私が給食当番だった頃人殺しの娘がよそったものなんて食べたくないと言って で、給食を。給食を。どうしたんですか。はい。給食を投げつけたぐらい、自衛隊のことを嫌っていたじゃないですか。それをその先生にピシャリと。みんなの前に言ったって言うんです。あっぱれですよね、本当に。いや、ね、ここまでやっぱり、言うっていうことは、もうよく、ね、子供の。心の中に傷がついて。 いたんだろうと、ね、私は思いますよ、はい、そして彼女はこう言ったと「あなたがどんなにバカにしようとも私は自衛官の父を持ったことを誇りに思っています」と「あなたがどんなにバカにしようとも私は自衛官の父を持ったことを誇りに思っていますと」と 本当にこれすっきりの話ですよね。なぜなら父たちはあなたのように人を差別する人間でも分け隔てなく助けてあげられるからですと。なぜなら父たちはあなたのように人を差別する人間でも分け隔てなく助けてあげられるからですと。 いうことでね、本当になんか涙が出そうな話ですよね。でもね実際沖縄でもこういうことがありました。私が PTA 会長の頃なんですけどねまあ私の PTA 役員の、えー、方が、まあ、陸自はい陸上自衛隊の左官だったんですけど 娘さんんがいたんですよね。するとその娘さんがその高校の進路相談で進路の担当の先生に進路を聞かれた時にこう答えたんですよね。「あなたはもう進路決まったの?」って言ったら「はい決まりました。どこに行くの私自衛隊を受験します」って言うと先生は唖然とした顔でこう聞いたそうです。 それ本気なのはい本気ですって言った瞬間なんて答えたかあそうじゃあもう私の教えることは何もないからあとはもう全部自分でやりなさいと言って進路相談放り出したって言うんですよもうその後何にも進路の話に乗ってくれずに完全に沖縄の方言で言う「否定法羅」標準語で「放置」 でございます信頼する先生にそういうふうに言われたまあ高校3年生のその子はね泣いてお家に帰ったそうです。で泣きながら「どうして自衛隊になるって言ったらこう言われないといけないの?」と。 自衛隊の何が悪いのと言ってねはいお母さんの前で泣いたって言うんですよねもう学校側は一切その子に対しての進路相談も乗らなくなったと自衛隊に行くからそうしたらねお母さんがあちらこちらをね手を尽くして自衛隊の地本でですね 自衛隊を受験するための若者たち対象の無料の塾をやってたって言うんですよ沖縄の地方でね自衛隊を目指す若者たちの学力を上げるための無料の塾をやっていたとでそこにどうにかこうにかねその娘さんを入れることに成功して娘さんはもう何くそっていうつもりで一生懸命 勉強したんです,するとね、結果はどうなったか。見事ね、見事自衛隊の試験に合格をしてですね、今、政府専用機のキャビンアテンタントとしてね、勤務してますよ、今。政府専用機の。 キャビンアテンダントですよ先生にね進路をこうして進路指導を放棄されて放り出された女の子がね自分の父親が、ね、勤めてるその自衛隊その自衛隊に対して誇りを持ってこれをやりたいと言ったら学校側にこのような周知を受けた。 普通だったら折れても仕方がないですよ。でもね、ご両親が一生懸命彼女を支えたんです。そして彼女もね、何くそっていう気持ちで一生懸命勉強してね、難しい試験突破して、政府専用機の乗員としてね、合格したんですよ。 でもう本当にね皆さんどう思いますかあまりにもひどすぎるお話ですよね。はい。当時私学校側といろいろ対立しましたけど学校に自衛官のね保護者がお父さんが 制服でてててはいいいけないっっうことをね言ってましたよ私はそんな規定はどこにもないと言ってね、撤廃しろって迫ったんですけど、これは前から続いてることだと言って学校側は絶対にこれ曲げなかったですね。いやいや、本当に、こんなね、差別がいまだに残ってるんです、沖縄には。 そう言ってる連中に限って口にする言葉が差別とか屈辱とかレイシストとか寝トぶよとかそういった言葉を言うんですよ。それってね自分たちがやってることをね隠すためにあえて人のせいにしてるだけじゃないのかというふうに私は 思っておりますけどねしかしあまりにもひどいお話でございます。はい。でもね、そういった今、づけちゃん書いてます、職業選択の自由をね、奪い取ろうとした教職員に、学校にね、抗い、そして自分の夢をね、掴んだ、この、 女の子に私はねやっぱりエールを送りたいしねこういった子がね安倍首相などが乗る政府専用家のアテンダントとして勤務してるっていうことは本当に安心できるなというふうにね思います。まあこのように沖縄では自衛官に対する差別っていうのが今でもあります。 表沙汰にしてないだけで今でもあるんですよ子供たちもね本当に傷ついてる先ほどの被災地でね教職員元の教員に話しかけた女の子じゃないんですけど小さい頃にこのようにね学校の先生に父親の職業のことで差別されたその心の傷ってのはずっと残るんです。 こういったのをやっぱりね、教職員の皆さんは、やっぱり考えていただきたいな。特に、自衛隊に反対するのは全然構わないんですけど、その家族やね、子供たちの心をね、切り裂くようなことは絶対にしてほしくないなというふうに、えー、私は思っております。ということで、えー、今夜のボギーチャンネル、 はい、えー、餌を与えないでくださいで始まったんですけど、はい、沖縄で延々と続く、まあ、自衛官への差別と私が実際に現場で体験をしたお話をさせていただきました、まあ、こういった部分をやっぱり直すにはね、はい、政治をやっぱり正していかないとダメだと思うんですよ県の教育長がやっぱりあっち系の人だとこういったことも全然やっぱりやってくれない そのためにはやっぱり政治をね、正常化することが私は大事だというふうにあの思っております。まあそういった思いを持ってね、私はこれからも言葉を発し続けますんで、皆さんまた応援のほどよろしくお願いしたいと思います。ということで、今夜のボギーチャンネル、これにて終了させていただきます。 コーードネームバイトリーダーさんどうもニラッタバありがとうございます。えー、今日もねたくさんの方々に聞いていただきまして本当にありがとうございます。あのー、自衛隊はねこの国土と国民を守っていますけどその自衛隊自衛官を守れるのは我々国民しかいないということをねぜひ皆さん胸にし、えー、これからも、えー、自衛官自衛隊への、えー 応援、支援をね、あの続けていただきますよう、よろしくお願い申し上げたいと思います。ということで、今夜の放送、これにて終了します。皆様最後までありがとうございました。